藤すみかです。今から30秒でできる骨盤の歪みを解消する方法をお伝えしていきます。あなたは今腰が痛くてつらいな、もう肩こりがもう肩が重いですとか、階段の上り下りの際にもう膝が痛い、そんないろんな痛みを抱えていらっしゃいませんか？それはなぜそのような痛みがこう出るのかということなんですけれども、それはですね、あなたの骨盤が歪んでいるからなんです。ですからその歪んだ骨盤を正しく整えてあげることがとっても大切なんですね。では今からあなたの骨盤がどれだけ歪んでいるかをチェックしていきましょう。ではまっすぐ立ちます。そして両手をこのように重ねて組みます。そして今からゆっくりと右と左にねじっていきます。でまず右からねじります。この時と逆です。左、はい、このように右と左にねじった時、どちらか行きやすい方があったと思います。例えば右にねじりやすかった方は、あなたの骨盤が右に歪んでいる証拠です。そして逆に左がねじりやすかったなという方は、あなたの骨盤が左に歪んでいるんです。そしてこの時の足元の状態、こちら足として、右にねじりやすかった方は、足元がまず右足です、右足の小指と左足の親指、このように重心が傾いてしまっているんですね。なのでこの逆、左にねじりやすかった方というのは、左足の小指側と右足の親指側、このように重心が傾いてしまっているんです。なのでこの傾いた状態をしっかりと正しい位置に戻してあげること、このことが解決策なんです。では今からそのあなたの骨盤の歪みを解消できる方法をお伝えしていきます。はい、では今から早速動きをお伝えしていきますね。まずまっすぐ立ちます。そして両腕は床と水平に、手のひらは下に向けた状態で行います。でこの時の足元なんですけれども、先ほど右にねじりやすかった方は、足元の重心がずれてますから逆です。左足の小指側と右足の親指側に重心をしっかり乗せて立ってください。また左に行きやすかった方は今とは逆です。右足の小指側と左足の親指側、この状態でしっかりと重心を取ってください。この足の状態を固定したまま、その場で30回足踏みをしていきます。はい、それでは早速行っていきましょう。では30回その場で足踏みをしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、
28、29、30。はい、それでは今お伝えしました動きが終わりましたら、もう一度あなたの骨盤の歪みをチェックしてください。ゆっくりと右にねじる、そして左にねじってみましょう。先ほど行きにくかった方が行きやすくなってらっしゃると思います。そして両足の裏がしっかりと床について重心が取れていらっしゃると思います。この動きを1日に1から3セット続けていってくださいね。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返し楽しく続けていただくことで、あなたの骨盤の歪みがご自分で解消することができます。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。